アラスカ州の軍。現在とは多少の差がある。アラスカ州の軍一覧は、アメリカ合衆国アラスカ州内の30の軍総統の地域である、軍と国勢調査地域の一覧である。19の軍は、1962年から順次設置された地方自治体である。他の州の軍総統の行政単位であり、役語としてはどちらも軍を用いている。人口が、 比較的多い地域が軍として組織されており、他州のカウンティーと同様な機能を果たしている。しかし、これら19軍では、州領域の半分以下しかカバーされておらず、残りの地域は総称として、非自治軍と呼ばれている。11の国勢調査地域は、地方自治体ではない。1970年の国勢調査の時から、いずれの自治軍にも属さない。 ひじちぐ領域に国勢調査局がアラスカ州と共同して設けた地方区分である。ほぼアラスカ州下院議員選挙区に一致している。これらの地域は純粋に統計目的のみの軍総統地域として存在しており、統治組織を持たない。これらを合わせて29の軍総統の地域として扱うのが一般的だが、 ひじち軍を一軍と数えて19のバロとすることもある。ひじち軍の中のある地域は、直接、アラスカ州政府の公共サービスを受けており、通常の場合は、アラスカ州トルーパーズの方執行と、教育関連予算の確保である。六の軍は、軍であると同時にそれ自体が一つの市である市軍となっており、他の州の統合市軍に相当する。呪文市軍。 ヘインズ軍、シトカシ軍、ヤクタトシ軍、ランゲルシ軍及呼び、アンカレッジ自治市がこれに該当する。アンカレッジの場合、法律上の名前は、ミューニシパリティ・オブ・アンカレッジとなっているが、州法の下で、統合市軍と考えられている。ただしこれらは、軍に属さない市である、独立市ではない。軍と非自治軍アラスカ州の上記19軍に入って、いない地域が総称として、 ヒジチ軍と呼ばれ、総面積は828,413平方キロメートルとアラスカ州の面積の半分以上、かつアメリカ合衆国のどの州よりも広い。2020年国勢調査による人口は77,157人と、州人口の10.5%を占めている。以下のリストはヒジチ軍を統計調査のために分割した11の 統計調査地域について示す。ありがとうございます。